持ってる人いますから、ね、あ、まあ、確かになんかね、ちょっとあのひな壇がね、あのひな、なんかスイちゃんから電話なんだけど、え、ちょっと待ってね。はい、みなさん、スイちゃんです。スイちゃん挨拶してください。みなさん、こんにちは、はじめて水星です。全然配信してるの気づかないで電話しました。全然、あの、え、ちょっと待ってと思って、うん、こう LINE とか配信中にしてくるとか思って今ビビったん。いや、あの、全然なんでもない連絡でした。はい、すいませんでした。 あれですか、おめでとうございました。あ、我々、あの、取り高おめでとうございました。あ、そうですね、はい、おめでとうございました。良いお年を。投票してくださった皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。誰が投票したんか知らんけど、はい、あ、楽しんでくださいね、そちら。あ、はい、じゃあ、失礼いたします。猫もね、ちょっと行きたかったんだけど、急に寂しくなったんだよね。そうね、なんか急に寂しくなったみたいな LINE しやがってさ。そうもう席空いてねえから楽しめばいいじゃん。猫だって今日はちょっと一人でね、もしあれだって一人でね、うん、一人で初詣とかね、みんなで行こうね。あー、じゃあお疲れー。なんでだよ、じゃんけんだよ。あ、良いお年を。あ、切りました。あ、そう、今日ね、そう、誘われてたの、この後のね、あの、あ、子供が映ってる、かわいい。そう、今日ね、誘われてたんですけど、そんなが今日、どうしようと思って、どうしようでもなーって、せっかくのあれだしなーって、配信やろうかなーみたいな感じで言ってて、あの、断ったけど、なんかサムネ見た瞬間になんかちょっと寂しくなっちゃって、なんか、あ、もう寂しくなったなーみたいな感じのね、言ったんですね。そうそうそう、そうなんだって気使ってくれたんかな、わかんないけど。ねえ。ビビったマジ、お母さんかと思ったわ、マジで。はい。